本日の第2試合、6人になります。サークル軍一本勝負です。両国の国技館です。5大タイトルマッチにスペシャルマッチ、続々花盛りに走って走って岡田金也。その立ち位置もっと上、岡田金也。そしてカズマ坂本に伊保でドクトルワグナージュニア、それぞれの存在感あり、この本体でいかに打ち出すか。セモのここにはばかるカズマ坂本。同じ杉浦軍でも三者三様の面々です。純白のリング、黄色に縁取られています。新体制の象徴、そこにまずこの3人。杉浦軍に対しては空気一変、祭りには不可欠な元 GHC タッグ王者組と、巻き返しへ必死のはずです。ジュニアの次世代戦士。ただこのステージをただのお祭りにしてはならない。分岐点にとこちら先頭を切っていきます。熊野仁志、その声援が力となる。フィフティーファンキーパワーズはクワイエットストームにモハメド・ヨネ。一本立ちに向けての戦い続きます。熊野仁志、驚異の肉体フィーバースタート。クワイエットストームとモハメド・ヨネ、フィフティーファンキーパワーズ。赤コーナーの3人がやってまいりました。さあ早くもこのファイターたちを迎え入れる体制は十分です。観客席、プロレスリングのはスペシャル11.2、両国の国技館、ノア・ザ・ベスト2019と銘打たれています。解説はもちろん佐久間一彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いよいよこの日が来たなという気がしますね。そうですね、もうね、本当に小橋さんの登場からこの第一試合の入場から、はい、観客席の盛り上がりが、いわゆるね、出来上がった状態にもう近いんですよね。すでにもう早い時間からだいぶこれ末席の周辺、はい、その後ろまでお客さん駆けつけてますね。そうですね、実際そしてこうね、歓声のボルテージもすでに始まる前から大きいですから、これね、試合を重ねていくごとにこう、はい、さらにね、盛り上がりが大きくなっていくと思いますよね。そうですね。さあそこに赤いロングスパッツは熊野、これに対して岡田がやってまいりました。さあ岡田は26歳、昨年12月7日デビュー、そしてもう27歳の誕生日も近いという中で、ここで己が何たるやという戦いになってくるんでしょうね。そうですね、まあ、このね、両国のビッグマッチですよね。第1試合というところでどんな存在感を見せられるか、同じコーナーに立つカズマとね、ワグナージュニアはもうかなり経験が豊富な選手で頼もしいとは思うんですけど、はい、その反面ね、こう彼がこう存在感を、ね、出せなくなってしまっては良くないですから、まあ、先発勝って出たようにね、ガンガンこう向かっていってほしいですよね。その杉浦軍、見習いという立場からの脱却、はい、狙う黒い、こちらがショートタイツの岡田、対してはエルボーからロープを使ってくる熊野。いいドロップキックですよ。真っ向勝負、真正面から、まあ、だいぶ ウエイトも乗っていたようですね。そうですね。さあここ対する熊野、まずいい一手が出ましたね、最初。そうですね、はい、そこにカズマがやってまいります。お互いショルダータックル、エルボー、負けじというのがクワイエットストーム。顔面を張っていくならもう一発肘、さらに走ると投げで勝ってくるストームです。あ、そしてこうしたタックルというのは意地も見えてきそうですね。あそこにワグナージュニア、ヨネもやってきます。突っ張り、今突っ張り見せましたね、ワグナージュニア。両国ですからね、ここは、はい、この相撲の
電動で、さあヨネとストームも50ファンキーパワーズとしての戦い、元 GHC タグ王者チーム、意地もメンツもここからもという気概当然というところでしょう。正面から飛びついてくる、さらにそこにマスクマンがワグナージュニア、さあワグナージュニアが躍動的に、これは2人を相手にしますね。ドロップキック、熊野のバックを取ってくる、膝いいですね。まあ、やっぱワグナージュニアね、本当に N1 ビクトリーの時からも非常に動き見せてきてましたから、今回の登場もやっぱ非常に楽しみですよね。行きますか、飛びますか、ここでロープの間から飛び込んできた、トペスイシード頭からいきました、ね、すごい綺麗なトペでしたね。おじいさん、お父さん、お母さん、そしておじさんがプロレスラーという、そのおじさんは今年5月に亡くなったシルバーキングさんなんですね、はい、いやもう本当ね、プロレス一家で育ってきてて、その血筋の良さというのがファイトから本当に見えますよね。今の飛び込みなども全身全霊、一撃に全てをかける、一撃に狂気を宿すのはカズマ、そして岡田がサイドを捉える、このスープレックス体重も乗せるようにしてくる、姿勢を上げながらトラースキック、リングの中央、さあカズマです、破壊力もあります。そしてカズマにしても2019年また杉浦軍としていろいろありましたよね。そうですよね、まあ、タックベルトを、ね、杉浦と共に取って、一つこうノアの中での、ね、ステージステータスを上げましたからね。今こう今日は第1試合ですけど、この後のチャンスっていうのはもう虎視眈々と狙ってるんじゃないですかね、はい。そしてそのカズマから3カウントを奪えばというのがストーム、コンプリートショットの要領で一発放っていきました。まあそういう点でいきますと50ファンキーパワーズもこの後ということになってきますよね、はい、そうですね、まあちょっと彼らもねしばらくタイトル戦線から遠ざかっていますからね、はい、今は50センチ腕ラリアットという青写真だったんでしょうか。ストーム、そこにカズマがジャンピングハイキック、ワグナージュニア、ゴールドのマスクで今日の花舞台を迎えています。そして熊野、熊野は10月にはあの藤田和幸とタッグ対決もありました。ヘビー級相手の戦いですけどね、熊野ジュニアの中ではパワーのある選手ですから、こういうところでもね、こう自分の良さっていうのを出していきたいですよね。そして熊野バックドロップの体勢、熊野から見ればバックブリーカーズ以降、その解体以降ですね、一、うん、人のファイターとしての力を見せなければいけません。そうですね、なかなかこう今はね、もうターゲットが見つからないような状態ではありますから、はい、こういう一つ一つの戦いからですよね、何かを生み出していくということが大事になりますね。真っ向から顔面来ましたね、飛びましたね、届きましたね、照準はきっちり定められている。そして抱えて、その体勢から引き抜いて、ひねり加えていきましたよ。ただのブレーンバスターではないというのがワグナージュニアのアピール。さらに場外戦へ、この他にもワグナードライバーだったりスラムワグナーだったりありますからね、はい、長技もありますしムーンサルトもありますからね、この形だ、ワグナードライバー、その血筋が、よく返しましたね、至りませんでしたね今、はい、今直下型だったのでね、非常に危険でしたけどね。さあマットを叩いてきますね、来ますね、これが3代続くワグナーの地、炸裂の敬礼付きのムーンサルトプレス、最上級の一撃から両国の国技館は始まりました。ノアザベスト2019、美学のある戦い、その美学まず体現したのはイホーテ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。さあ佐久間さん、はい、素晴らしい一撃でしたね。いやそうですね、もう説得力十分の一撃ですよね、やっぱりもう彼にもね、本当タイトル戦線に絡んできてもらいたいですよね。全くそうですね、残念でした。そしてフィフティファンキーパワーズ、必ずやこの後をと誓って花道を行くはずです。そして客席を煽って見事な勝利はワグナージュニアバース